いらっしゃいませ、関門です。この度は、こちらの動画をご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。今回は、重大告知ということで、まあ、ぜひですね、皆様に知っていただきたい内容というのをお伝えしようと思って、こちらの動画を撮らせていただいております。その内容というのは、僕がですね、昨日出演した、令和の虎の内容に関わることになりますので、その動画を見てないという方は、概要欄に、その令和の虎の僕出演の URL を貼っときますので、そちらを見た上で、ぜひですね、こちらの動画を見ていただけると幸いです。まあ、簡単にお話をすると、まあ、この度ですね、私、関右衛門は、新たに新規事業として、委託販売の事業、中古品の委託販売事業というのをスタートすることを決意しました。まあ、その一環として、YouTube 版の何でも鑑定団を立ち上げて、まあ、その中で一部のユーザーっていうのを委託販売の事業としてご依頼いただくという形で、YouTube っていうのはあくまで必ず出演していただかなくちゃいけないものではなくてですね、基本的には YouTube に出演しないけども、物を売ってほしいというお客様っていうのが、基本この事業の中心になるので、まあ、一部動画に出てもいいとかいう方だったり、その中で面白い、ものを持っている。あとはそのインフルエンサーさんの方とか、まあそういった方にご協力いただいて、YouTube のその企画っていうのはやっていきます。なのでメインとしてはこの委託販売をやっていただく方っていうのは、YouTube とかに出る必要はないので、まあそちらご安心いただければなと思うんですけども、あくまでこの委託販売っていう事業を日本に広めるために YouTube チャンネルっていうのをやるっていうことをご理解いただければと思います。まあその中でこのプロジェクトにかける思いっていうのも改めて説明させていただければと思います。まあ私、関右衛門はですね、その出張買取というビジネスを今までもずっとやってきておりまして、お客様のご自宅に訪問して、まあ、お客様が気づいてない価値ある商品とかそういったものをいろいろとご説明したりとか、まあ、気づいてないものとかです、こういえば忘れてたわ、こういうものがあったのと、そういったものの存在っていうのを気づいていただくことで、問い合わせがあったもの以外のものっていうのもまとめて書いてることによって利益を出すっていうようなビジネスをやってきました。その中で気づいた点としては、まあ大きく一つありまして、お金持ちの方っていうのが圧倒的にその価値あるけども使ってなくて別に売ってもいいっていうものをものすごくたくさん多く持っていらっしゃる。まあ逆に言うと、まあそこまでお金持ちでない方っていう家の中では、やっぱり自分でもうすでにメルカリで売っていたりとか、買い取り業者に頼んでいたりとかっていうことがあって、俗に言う隠れ資産って言われるようなものがですね、多く眠っている場合っていうのが少なかったです。で、僕はですね、やはりこの出張買い取りという授業をやっていく中で、どうやったらこのお金持ちの方々っていうのが、その自分の持っているものっていうのを、まあ売ろうとしてくれるのか、ここを日々ずっと考えてきました。やはりそういった方々っていうのは、まあ、買い取りというビジネスに対していいイメージを持ってないこともやっぱり多かったです。買い取りというビジネスは、お客様が、手取り金額が高くなると僕らのその利益は薄くなるっていう、やっぱり利益の相反性っていうのが顧客と需要者であるビジネス。なので、どうしてもじゃあ、業界内で圧倒的に高い買い取り金額を仮に出したとしても、まあお客様がすぐに安心してくれることっていうのはやっぱりなかったりするケースが多かったです。で、やっぱりこれは事業の特性上しょうがないことだと思っております。じゃあ、お金持ちの方がメルカリっていうことを利用するのかっていうと、やはりですね、そこには多くの出品の手間とか、まあクレームリスクとか、まあ様々な工数がかかって、別にお金も困ってないお金持ちの方がこういったことを利用するっていうことは、なかなかしてこないっていう現状を目の当たりにして、まあじゃあどうすればいいのかっていうのを日々考え続けてきました。まあその中で行き着いた一つの答えというのが今回の委託販売事業という形になります。メルカリで自分で売るわけでもない。そういった手間っていうのも一切かからない。丸投げで、まあ全て完結ができる。そして買い取りのように利益の非対称性がない。お客様の手取り金が増えればそこと連動して手数料も僕らが上がるので、高く売ることに対するモチベーションっていうのが僕らも当然あるので、安心して依頼できる透明性のあるサービス。ただ、まだ日本には浸透していない。アメリカとかでは結構委託販売というのは浸透していて一般化されていて上場企業とかもあったりするんですけども、まだ日本にはその委託販売というものが浸透してない今この中で、どうやってやったらじゃあこの委託販売という事業を社会に広められるのか、これを広めることさえできればその価値あるものをたくさん所有している人たちから流通をさらに起こせるんじゃないか、これって莫大なマーケットなんじゃないかと思って、この事業を立ち上げることを決意して、そして、それを広めるために YouTube チャンネルの力が必要だ。これは、顕在化したユーザーを獲得するような SEO、MEO、リスティングとか、そういったものではなく、潜在的なユーザーを獲得するっていう、要は認知してもらうってことですね。そこから一部のユーザーが、そのものの価値とか、
その社会性とか、その、取っておいても、どんどん目減りしていったりとか、そういったことから、まあ、次の新しいのに使っていただくということに対して、価値を感じてもらえるような、そういうチャンネルを作りたいと思いまして、YouTube 版の何でも鑑定団を立ち上げて、その裏側に委託販売の今回の事業を設けるというような形で、事業モデルを設計して、近日プレゼンしました。この先、じゃあ僕らがどこを目指すのかっていうのもお話しさせていただくと、僕らが目指している先っていうのは、まずは日本一のリユースカンパニーを、それが僕の今掲げている目標です。そして、その次はグローバル展開になります。小さい時からやはり海外に興味があって、まあ一時住んでたこともありますし、やっぱりその中で世界は大きいと。この大きい世界の中でもっともっと僕らが相手にしたことないような強い奴がたくさんいると。日本国内だけで事業収まっていても、そんな小さいビジョンだったら社会は変えられない。仲間たちの人生を背負ってやってる以上は仲間たちの人生も変えなくちゃ。ってなるとやっぱり大きいビジョンを見ていかなくちゃいけない。僕はやっぱりその中でやっぱ世界で勝負したいっていうのは思ってます。そして最終的には世界最大のリユースの総合商社を目指していく。ここが僕らのビジョンになります。それを達成するためにまずはこの委託販売という事業を日本に広めて、そのナンバーワン企業になろうと思っております。そしてこれが広まることによって、当然社会全体に対する影響力もそうですし、委託販売という案件をたくさん獲得できるので、フランチャイズのオーナーにもご協力いただいて、マクサスグループ全体として問い合わせのあったものをフランチャイズ、そして直営ともにさばきながらお客様に委託販売という事業で価値提供をしていきたいなと思っております。ちょっと前置きは長くなってしまって大変恐縮なんですけども、じゃあ今日は何を伝えたいのかというのを最後に言いたいと思います。この度この委託販売の事業、そして YouTube チャンネルの運営をするための新会社を設立します。ということで、新会社を設立するにあたって結論何が言いたいかというと、創業メンバーを募集します。新たにこの日本で委託販売という未だかつてない世の中で浸透されてないこのサービスを広める、そしてこの日本のリユースマーケット変えていくんだと、新しい時代を俺たちが作るんだ、そういう気概がある人をお待ちしております。ポジションとかもまだ何も考えてないです。僕と一緒にこの委託販売という事業を一緒に広めてやってくれる方、それを今回募集したいと思います。面接は僕が直接やります。概要欄に LINE の URL を貼っておきますので、そちらにぜひ興味がある方っていうのはご応募ください。僕は本気でこの授業で世の中を変えたい。そして仲間たちと一緒に毎日楽しい酒を飲みながら、この日本のリユース市場を席巻したいと思っております。今まだくすぶっていて、少しでも未来を一緒に変えたいとか、そしてこのリユース業界を変えていきたいんだ、そういう思いのある方、ぜひご応募お待ちしております。僕は本気でこの事業すべてをかけて挑みます。その思いに共感してついてきてくれる方、一緒に協力してくれる方、もう正社員じゃなくても大丈夫です。例えば鑑定してこの鑑定ジャンルがめちゃくちゃ得意だ、こういうものがあったら協力させてくれとか、そういう形でも全然大丈夫です。できればもうフルコミットで正社員ないしは取締役として入っていただける方っていうのを募集しているんですけども、そうじゃなくても大丈夫なので、まあ、少しでもですね思いに共感してくれる方であれば、どういった形かでお付き合いはできるかと思いますので、ぜひですねどんな方も結構ですのでご応募お待ちしております。暑苦しい動画になってしまって大変恐縮なんですけども、本気でこの授業で成功させたい、未来を変えたいと思ってますので、どうかそのこの一歩ですね、スマホタップの一歩のメッセージをいただければと思います。私が直接採用します。それでは皆様ご応募お待ちしております。長々とこの動画をご視聴いただき誠にありがとうございました。